財布の中のお金がいきなり増えていたらどうしますか？え？なんでこんないっぱいあんの？びっくりすると思います。でも、お金が増えてるんだからどこから来たかなんてどうでもいい。これは天からの贈り物だ。これはサプライズだ。深くは考えないですよね。どこから来たかとか。じゃあ、もし財布の中のお金がいきなりなくなってても関係ねえよな。ということ。その間に、この入れたこれ、全部抜き取って、ついでにマナちゃんの今あるやつも全部抜き取って、泥棒の怖さを教えてやるぜ。というわけで。寒いよね、この頃、急に。冬は寒くなっちゃいいんだけどね。まだ冬じゃないよ、でも。え？今何じゃん？今日ハッピーハロウィンだよ。そうそう、今日ハロウィン。秋じゃん、じゃあ。そうだよ。これで秋？これでまだそんなふぬけたこと言ってんの？この寒さで？ふぬけすぎだよ。寒いじゃん。めっちゃ寒い。私手なくなっちゃった。手なくなっちゃった。それ面白いと思ってる。ん？え？あれ何？ん？あ、ごめん。なんでもなかった。何？マナちゃん、見せて。いい見て。私の財布。すごい入ってなかったさっき。入ってめっちゃ入ってる。すごいよね。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと、まんちゃん、取ってきて。これも取ってきて。ん？いいよ。うわっ。人で遊ぶな。もったいなくて使えなくない？なんで？ほら、小銭になっちゃうのがもったいなくて、千円札結構取っといてたよ、昔僕。え？あの、その千円札使いたくない、惜しい気持ちもあるけど、うん、欲しいから。うん。あー、欲望に負けてんだ。ねえ、違うよ。あ、そういうこと？自分で買うっていう楽しさ。あー、そういうことね。あー、なんだ。もうちょっと言い方が悪かったね、僕の。そうそうそう。欲望の犬ってことだね。ねえ、同じじゃん。さらに悪くなったじゃん、言い方。行きたい。え？トイレ行ってくるからバッグ持ってて。トイレ行きたい。え？トイレ行きたい。トイレ行く？うん、バッグ持ってて、だから。あ、バッグ持ってる？はい。あ、いいよ。これ待ってればいい？これも。うん。それはマナちゃん持ってて。なんで？一旦。なんで？汚れてっから。マナちゃん。あの、ゴンゲの犬だから、うん、犬には暴流がふさわしい。やめて。じゃあね、ポケットを叩くと千円札が3枚減。ざけんな！まあ！で、マジ、あと10回できたらすごいじゃん。ちょっと一緒に数えてやる？一緒に数えるよ、うん、せーの、せーで1、2、3、4、5、6、7。お、すごいじゃん、マンちゃん。1セットできたよ。ね。うん。さあ、ダンスあるよね。どれ？なんか、できないけど、ダンス弾けただから。うん。なんか、こういうやつあるじゃん。それ何？あ、地面のうんこ避けてんの？こうやって地面のうんこ避けてる時の歩き方。え、こっちであるよ。友達に教えてもらったもん、これ。友達避けてたもん。ねえ、みんなやってるだよ。他になんかある？他にやって、なんか。それの他のなんかダンス。え、あ、足つったの？なんかあるじゃん。足つったの？なんか指示してじゃん。じゃあ、ヒップホップ。ヒップホップ？うん。さっき一緒じゃん。それしかできない。じゃあ、なんか足をこう。コンパスかなんか。コンパスかなんか。あー、うまい。うまい、マナちゃん、それ。なんか声ダンスない。うん。うまい、あれでしょ？あの、縄跳びが下手くそな人のモノマネでしょ？ねえ。いや、なんかあるじゃん。